台湾中央感染症指揮センターは12日国内で新型コロナウイルス感染症が新たに16人確認されたと発表しました確認された地域は北部に集中しています台北市に隣接する新北市市長は同日午後臨時貿易会議を開き即日より新北市のキャバクラナイトクラブカラオケ店 図書館館などのの公共場所及びすべての会館に臨時休業を求めました個別営業場所も規制を厳しくし違反者に3000から1.5万台湾ドルの罰金を課せられると発表しました中央感染症指揮センターによると16人の新規感染者はいずれも台湾籍でうち3人がギラン県ら東鎮の ゲームセンターで発生したクラスターの接触者で10人が新北市で先日確認された感染源不明の2次感染者であり残り3人が感染源不明です中には30代女性2人10歳未満の男の子1人60歳女性1人が含まれます1人の30代女性はチャイナエアラインの客室乗務員で後に感染が確認された操縦士と同じ便で5日にベトナムへの勤務後 これまでインド、フィリピン、ベトナムなどからの海外輸入症例が大半を占める台湾で、感染ルート不明の感染者および二次感染者が増えており、本土感染者が急速に拡大することが懸念されています。中央感染症指揮センターの陳時中指揮官は、11日の記者会見で、すでに市中感染の段階に入ったと述べました。